も、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういった、ガジェット製品とかを中心にレビューをさせていただいてます。このように、クラウドファンディング製品とかも、いくつかレビューをさせていただいてますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今回なんですけども、皆さんにですね、お聞きしたいのが、自分一人だけのこういう空間だったら、暗い時に本とか、そういうのを読む時に、パッと電気をつければいいかなと思うんですけど、そうじゃなくて、例えば会社の同僚と一緒に泊まるホテルだったりとか、それこそ、飛行機の中、バスの中とか、そういった時とかに、真っ暗な状態で本を読む時があると思うんだけど、そういった時って、皆さんどのようにして本を読んでますか？最近だととかだとね、Kindle とか、ああいったデバイスが増えてきたので、バスの中とか、そういったところとかでも気軽に読んでるよっていう風に言う人もいらっしゃると思うんですけども、Kindle は Kindle でね、暗いところで見ると目が結構疲れたりとかして、長時間読むのは結構しんどいんですよね。で、今回は、アナログな本をですね、いわゆる、明るい状態で読むことができるですね。ただいいなと思っていたような製品が、今回ですね、キャンプファイヤーの方にですね、出資支援が、されますので、実際にですね、そちらをですね、ご紹介しようかなと思います。今回紹介するのはこちらです。プシュー。こちらのですね、ベルトみたいな形にはなるんですけども、こちら、自分だけの読書空間を作れるブックライトである、ボービオブックライトという製品になっています。こちらの製品、言ってみたら、本に挟み込むだけの、まあ、いわゆるブックライトになっていて、今までのような、こういった、まあ、いわゆるブックライトとかだと、まあ、結構身長が低いからこそ、本を読むときね、例えばこれ本だとして、こういう感じになるから、猫背になって結構しんどいんですよね。なんですけど、今回のこの製品は寝る時とかに単純にこういう風に、見ることもできれば、こういう風に見ることもできるし、自分の好きな角度とかでも見ることが可能なので、姿勢も、まあ、いわゆるですね、崩すこともない、かつ、読みやすい製品になっているっていうところからも非常に便利な製品にはなっているので、ぜひ最後まで見ていてください。じゃあ早速なんですけど、こちらの製品ですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。見ていきましょう。レッツゴー。皆さんお待たせいたしました。今回のご紹介する製品、こちらですね。ベルトのようなブックライトになっています。こちら、こんなに薄くてシンプルな構造をしているのにもかかわらず、機能的なところで言うと、こんなにございまして、全部で7個の機能がございます。中でもタイプ C でこちら充電できたり、均一なライトニングができたりですね。ライトの色っていうのも、自然光に結構近い色を、再現しているので、目が疲れにくかったりとかね、いろんな、まあ、いわゆるですね、性能がございます。で、今回僕が、メーカーさんからお借りしているのがこのね、ベージュのタイプにはなるんですけど、こちらの製品、様々なカラーございまして、まずはパステルカラーエディションという形ではこんな感じです。結構カラフルな色からモダンチックなカラーがあります。プラスプライムエディションっていうのは、使うほど味が出る本革を、使っていたり、アリュールエディションっていうので、耐久性に優れた人工革の、R カンターラレザーっていうのを使っていたりとかですね、さらにはなんですけども、ゲームライトエディションって形で、今使ってる僕のこのね、お見せしてるやつよりも、もっとね、長いやつになっているので、ゲームをするときとかそういったときとかにも使えるようなライトだったり、最後がエリートエディション、24金ゴールドレザーのものとかもあるので、そういった意味からも選ぶ選択肢っていうのが結構多いので、人と被らしたくないよっていう人とかにも結構いいんじゃないかなと思います。で、どういう風に使うねんっていう風に皆さん気になりますよね。もう使い方はめちゃめちゃ簡単なんですよ。これ僕の持ってる楽譜の本なんですけど、こういったやつにこういう風にね、挟んでください。これね、先が磁石になってるので、もう単純に挟めばいいだけです。で、こういう風に、挟んでいただいて、で、奥の方までこれしていただき、だいたい位置的なところで言うと、この上ら辺、そこにしていただければ、もうこれでね、本が読める形になっています。で、ライトのボタン自体はここの部分にあって、これを一回押すと、今、こうわかるかな？ちょっと上の方光ってるでしょ？こういう感じで光って、で、ここのライトで、この本を照らす。で、読める、みたいな感じなんです。すごい簡単ですよね。で、今回のこの製品、まず最初に皆さんに紹介したい仕様としては、眩しすぎない本を読む人にちょうどいい、このライト
的なところなんですよ。ちょっと一回ここら辺消してみましょう。はい、今ちょっと電気を消してみました。で、ここにね本を、用意させていただいて、本にですね実際ブックライトをですね固定させていただいてます。はい、で実際ここのね部分に、ボタンがあるので、これ一回押していただくとライトがつく感じです。はい、でライトの位置はこんな感じになっていて、真ん中だけにあるんだよね。うん、で実際発光の強度としてはこんな感じ。めちゃめちゃ強いわけでもなく弱いわけでもないかなって感じですね。ホタルぐらいの光だね。はい、でマックスでこれぐらいかな。なのでまあそんなにめちゃめちゃ明るいっていうほどの明るさではございません。はい、実際に本を読んでみる感じとしてはこんな感じでですね、あの本のここの部分、あの自分の、見たいところがしっかりこう照らされてるので見にくさってのは一切ないですね。はい、なのでまああの周りにこう光を拡散させないようなシステムになっているので、それは結構いいなと思いました。うん、これだったらまあバスとかで見ててもまあギリ注意されないかなっていうような感じのレベル。まあ飛行機とかね、ああいったところとかでも全然ね本読んでいただけるかなって思うので、それこそね夜行便とかそういったので、どうしても何もすることがない時間とかって生まれるような、LCC とかああいったものとかだったら、こういったね本とかを持ち本で、このブックライトと一緒に読んでみるっていうのは全然いいですね。うん、でライト自体が結構黄みを帯びた暖かい光になっているので、そういった意味からもですね、あの個人的にはすごいねこう見やすい感じのライトの色になっています。はい、でどうだろうな、こういう風にさ上にした方が見やすいかな。上にした方が、まあ、個人的には見やすいけど、前にやるとどうしてもなんか視界を遮ってしまうので、あの、こういった感じでね、上にしてあげるのがいいかも。で、これいいのがさ、今までのブックライトだったら、デスクに固定してあるからこそ、それこそね、なんか、自由な姿勢っていうのが取れなかったんだけど、これだったらさ、こういう風にさ、椅子に座りながらこういう風に寝転びながらとかもできるし、あの、自由な、まあ姿勢で全然ね、こう、本見ていただけるので、あの、リラックスしやすいですね。うん。そこは結構ね、個人的にありだなって感じがしました。うん、うん。ちょうどいいよね。あ、いい感じだわ。うん。だからこれ結構ね、使いやすいと思います。はい。さらには、これ、もう、先ほど言ったように、本に直接ライトを取り付けるだけなので、たら、簡単すぎて、誰でも使えるんですよ。誰でも使えるっていうのは結構大事で、難しかったら誰も使いたくないんですけども、誰でも使えるような簡単仕様になってるからこそ、お年寄りの方から、まあ若者の方まで、まあ使っていただきやすいかなっていうふうに思います。で、僕自身もですね、実際に、まあ、これを使ってですね、暗いところでちょっと本を読んでみたんですけど、そんなにね、苦じゃなかった。なので、全然いけますし、これぐらいの大きさの本とかだったら全然余裕で、まあ、読むこと可能ですね。ちょっとね、小さい単行本とかだと、ここが結構前に出てるからこそ、若干読みにくいな感はあったんですけど、大きめの本とかだと結構ね、こう読みやすい感じはします。で、どう見てもらってこう高級感のあるレザータイプのまあ製品にはなってるからこそ、持ち歩く時とかにね、なんかこう磁石になってるから、それこそさバッグとかそういったところにこういう風に挟んでなんかこうねつけてあげればいいかなって思うので、持ち運びとかもそういったところもおしゃれに持ち運ぶなんかねきっかけが持てるようなツールかなって思うので、結構面白いなって感じがします。あ、で一個ねお伝え忘れてたんだけど、これさっきも言ったように磁石でついてるじゃん。だからこそいいのが本傷めないんだよね。これ結構僕大事だと思うので、そこら辺のところも結構いいかなって感じがします。うん。なんかここが例えばさ、なんかクリップ式とかそういうのだったら本を傷める可能性が高いんで、まあ、あの売らない本とかだったら全然いいんだけどね、売ろうかなって思ってるような本とかだったら、そういったまあちょっとした傷が原因でですね値段が下がったりするんですよ。なのでまあそういった意味からも、こういった磁石で本をしっかり優しくね固定してくれるっていうのもいいかなって思います。じゃあ最後こちらまとめの方に行きたいと思います。まとめていきましょう。レッツゴー。皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、たった
た挟むだけで、もうどこでも自分のね読書空間が作れる、こちらのブックライトをご紹介させていただきました。どうでした？結構良かったでしょ？で、見ていただいた通り、結構優しい光にはなっているので、そういった意味からも目が疲れないっていうのはかなりいいかなと思います。で、今回はですね、実際 PC のモニターとかは消さなかったので、多少明るさっていうのはリアルなところっていうのはですね、体感できなかったところもあるかなと思います。なんですけども、それでもですね、個人的には結構イメージついていただきやすかったんじゃないかなっていうふうに思うので、暗いところで本を読むシーンが多い方とかいらっしゃったら、こちらのブックライトをぜひ使ってみてはいかがでしょうか。本ってね結構大事だし、今 Kindle とかあるって言ってもまだまだアナログじゃないと発行してないようなですね本とかも結構あるんで、ぜひですねこういった、いわゆるアナログガジェットっちゃアナログガジェットですよね、そういったガジェット、取り入れてみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃーん。